Have much enough. でも神様はみんなに今日語ってくれます。To to みんなの心に何かを届けたいと思ってます。To to you だから聞いてほしいんです。So 本当今日ねみんなの前で話せるっていうことはすごく嬉しいし、それはこの教会のマサト先生と自分がめっちゃ仲いいんですよ。男男同同士士ででででで旅行すするるるっってておかしいでしいょ <You> know, こここに日があるところで二人でディナーをするって

本当にいつも気づいてほしい。みんなが本当にいいところにいるということここに入れることは本当にいいことだということをもう知ってほしいです。自分はね、中があまあ多分ね、聞いた人は寝ててもいいです。 自分中学1年生の時何センチだったでしょうか去年キャンプ行って覚えてる人誰か覚えてるよ。Who <remembers> that? 何のために俺は来てるんだ Why am I here, then? ?135 センチ。135センチだったの。11で。 小学そ,そんなそこまで驚くと引くから俺が。<laughs> でも34年生の身長だよ。でもめっちゃちっちゃかったの。<laughs> でもめっちゃ可愛かったの。adorable, yes. <laughs> 本当、ほんと先輩のお姉さん方ったからめっちゃかわいがられましたね。Yeah. こんな感じでね。でもね、本当ねあの、135センチしかないからすごい自分があの自信がなかったっていうかね。あのすごい嫌だと正直、あの身背が短かったね。背が低かったから。とにあえず、よく言われるの。 牛乳を飲みなさい。Me, で実際に牛牛牛牛牛乳乳乳乳乳をををを飲飲みみままししたた続けどアメリカって一本買おうとするでしょ 1>, 1リットル。日本一リットル。アメリカ 3.78リットルが1個だから。And America, んだよそれを3つくらい買って何リットルの牛乳がある him and him. 少し伸びた その結果160、165、まあ、なんだけども7と言いたい。I I 5, 笑うとこじゃないよ、Actually, 7, それぐらいあるよねって言 <16 7. S 2> うところです。<Yes. S 2> 食べるものによって人は変わります。よくねあの、この前、全然関係ないんですけど、you know, <laughs> 友達のインスタを見てました。

食べ物によって人って変わるじゃない自分たちは食べるものによって自分がどう成長するかどう成長するかどう成長するいろんなところが食べるものによって変わってくる。Directions. だから食べ物は大切ですよっていうこと。自分もああいうふうになりたいなと思ったら いるじゃんそ、like、そしたらその人がどうやって生活してるのかなって知るる。必要ががあそ、well, そして、その人がどうやってて生活してるのかなっていう中に、そそのの人が何を食べててううなったのかなっったかいうことも知る必要りたい。 自分がもしどっか心の中で健康じゃないなとか、自信がないなとか、自分が楽しくないなとか、何があったとしたら、元気な人見て、何でそんな元気なのって。いや、if you have something in your heart, it's not healthy, it's not a strong, if you feel weak, and you should see somebody's strong and like you should see what they are receiving. かか you know, how's the area in Kasaki? Is that so strong? 何食べてんの What are they eating? <laughs>

自分がだ誰であったとしてもそのパワーを誰にでも与えるその食べ物を取るようによって自分が少しずつ変わっていく。Fruit, well, are, this, it, 少しずつかもしれないけもう、もそれを食べることによって自分のすべてが変わる可能性があるう、も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 もう、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 も 知りたいでしょパワーフード何かなって今日いつも3つなんだけども今日4つ,4つのこと 1>, 1つ目チャンピオンフード one. One. S. <S 大切なのはその誰かがこの人がすごい人生を送ってるこの人はすごい心を持っているそのチャンピオンがどういうものを食べてるのかなっていうところから それを学んで自分は何を食べているのかなっていうのを見て少し変えなきゃいけなないいいたたんんここののの年にににグループに聞いたららみんなは食食べべる前に何を食べてる食べようかって考えてますかって言っってててて考考ええますほとど人がない。 でも自分が上を目指すんだったら自分が変わりたいと思うんだったらそこに目を向けなかったら自分の可能性っていうのはいつもここら辺で終わってしまう。 It, but if you want to go higher to the next level, the higher level, if you're not thinking about what you're going eat, you're not going to grow anymore.God has prepared something good for you.God has a good plan for you.He wants to change you more than we can imagine. でもそれを知ってるだけでそこにはたどり着かない。 チャンピオンが何を食べているかというそのチャンピオンフードを知らなければそこには絶対ことができないヨハネによる福音書の4章の34節にこういうことが書いてあります In John 4, イエスは彼らに言われた私を使わした方の御心を行いその御業を成し遂げることが私の食物です イエス様という人がいました。もうね、イエス様っていうのはもう,もう人々が認めるあの人になり、あの人のみたいになりたいっていう人だった。多分かっこよくなかった。書書には書いてあるんだよね かっこよくなかったでも、それを通り越して、みんなはその中にある魅力、中にある力、中にある喜び、それを見て、いやあ、ああいうふうになりたいと思った。 それは自分自身をしっかりと思っていて他のこと人の言葉によっていつも動いていない。Shaken, 問題があって普通の人だったら潰れそうな状況の中でもそこでしっかりと立ってる。 自分が不可能な状況になって、もうだめだと思っているような状況の中で、そこでもまっすぐ前を見て進んでいく。そのイエス様が言ったのが、私が食べているもの、私の食べ物は、私のお父さんが言った言葉、その言葉をそれを聞いて、それをやり遂げることだよって。 それは簡単に言うと手元にも持てる Yes 様の言葉、バイブル、聖書。Yes 様はそうやって私がこうやっていられるのは 私がこうやって強い存在であれるのは said,、like this, like right、私が愛せない,いうような人を愛することができるのは私が愛せないような人を愛することができるのは普通だったら不安で潰れそうな時なのに私がそこで安心してぐっすり寝れるのは私が安心してぐっすり寝れるのは それはお父さんからもらったこの聖書の言葉で生きてるからだよ。その言葉に自分が動かされてるからだよ。みんな言葉ってすごい力あるの分かるでしょ。う you know 素敵な女性ですね。<'re> beautiful. 他の人も見て。私も。 And everybody is like, oh, is he going to say something to me? Or, like, I, I want something like. You're an amazing man of God. Not you. God has a good plan for you. God loves you.

何を食べてますか何を聞いてますか何を読んでますか何を食べていますか何を読んでいますか何を食べていますか何を読んでいますか何を食べています様のを葉を聞いますかそれかべてれますかの言葉を聞いますか何を読んで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 います様の言葉を聞いてますか,それかとも否定的な親の言葉を聞いてしまっているか A, a 自分で自分は御言葉を食べよう聖書を自分のパワーフードとしてこのチャンピオンが食べるそこに自分は生きていこうって今日決めてください。ここにあるわけよ <But S 2> その言葉が。

自分の人生を変えるそのパワーフードがあったとしても、生活を変えるパワーフードがあったとしても、食べるかどうかはあなた次第なんです。 インスタのことが開きやすい。インスタのお、が開きやすいおお、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 お、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  聖書を読むことによって心がパワーアップするっていうこと。食さないといくら手元にあったとしても全く何もできない。Your your right、エレミアの15章の16節には、 私私私はははあああなななななたたたたたのののの御御言言葉葉をを見つけけ出ししししそれれ食べままににとととってて楽しみとなりり心の喜びとなりました番組の神主よ私にはあなたを名がつけららいるからで Jeremiah、uh, 15 16 says,、oh, uh, When your words came,、uh, I ate them, and they were my joy and my heart's delight for it.、If、I bear your name, Lord God Almighty. 書いててるよね見つけ出しましまたって It says, When I, the word came to me, いろんなものはあるけれども、私はそれを探してそれを選びましたってことです。a n s t a Twitter、f a c h o s e it。イイインスタ、タツッー、フェスブック、さまざまなことがありますけれども、私はそのミ言葉を見つけに行きますよっていうことです。There's Instagram, there's Twitter, there's Facebook, but I will choose the Bible and I will find that word. それを食べましたってことです。えー、それを自分で読みましたって。 自分のものにしようとしていますっていうこと。見言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。これね、正直、そんな美味しくない時が多いよ。Honest, これ見て、喜び 楽しみいや、ずいぶんあの人すごいなって。You know, it 俺ね、アメリカで育ったって言ったよね。の、オレゴンのどいなにいて、uh, あの、町っていうか、もう週の半分ぐらいで日本人俺しかいなかった。You maybe know, Oregon one or think in and was was two I I I オレゴンのおれが、も n Japanese in the states 1800人の高校に一人だけ日本人。I was just only Japanese in this huge、school. s c h o o l 日本語で読めるものが何もない。There's nothing I can read in Japanese 聖書以外は、uh, other than the Bible.You 俺はそのの時に今まで自分の父親も牧師だから聖書ずっっとこう読読読みみみなななさささいいいてて言われてきた you know, because my father was a pastor,、so、he always tells me to read the Bible. でもね もう日本語はそれしかないから。も、うねわかるものが読みたくなる私最初のしかなかれないんだだから。かないら。かないら。私はそれしかないかその聖書を読み始めた。つまんねえ。わかんねえ。I get it. 意味不明。I understand. もうね、あのー。 これ読んだ瞬間にいや違うもの食ってんじゃないかなって。でもこれを書いた人は本気で喜びとなりました、楽しみとなりましたって言ってんの。なん私たちので <Why? S 1> 食べて美味しいとは言ってないよね。It say it is tasty. でもそれを 自分が食べるときに自分の人生に入るときに自分の人生が変えられる自分が変わるのを見てすげえ楽しいこれ俺変わってるって。

And when you're sad, when you feel alone, and uh, you read the Bible, when you read the word that I am with you, the word of Jesus Christ will comfort you, and that becomes your delight.

なんで、ケーキや、ね、お菓子に比べておいしくないのかなって ?Why all this healthy food doesn't taste as good as cake?You know, there's vegetable and meat.Niku はうまい Meat tastes good!Yasai?Vegetable?Tastes <菜>うまくない ?Orevane?Not、ね、so good for me personally.Demo, 野菜を食べる。

食してますか手のひらにあるだけですか on your hand? 開いてますかちゃんとスクロールして読んでますか食さないことにはあなたはそのせっかくあるその宝を良いものを受け取ることはできないそしてそれは一回食べるんじゃなくて三つ目はライフスタイルになっていく必要がある It's eating once, but it should be the lifestyle. not but the should only once, be そうだよね <Right? S 2> あのお俺。俺みたいな単純な人は一回ヘルシーだよっていうものを食べるとすっごいヘルシーになった気がするの。You know, like me, like あと一週間はお菓子食べても大丈夫だーって。でも変わってないよね、正直言って。 それは、ライフスタイルが必要ですよって。それは、ライフスタイルが必それは、ライフスタイルが必要ですよ。ライフスタイルていうのは、それは、いつも食すっていうこと。でも、ただ食すだけじゃないわけよ。でも、ただ食すだけじゃないわけよ。食べ物と違って、聖書の言葉っていうのは、自分で消化する必要がある。だからその、消化することも、そして、自分に当てはめていくことも、ライフスタイルにしていく必要がある。 ヘブル書の四章の二節というところにこう書いてありますヘブル福音を説き聞か,せ聞かされていることは私たちも彼らと同じなんですところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです 自分で食するというところまではあのしたとしてもその後のここに書いてある大切なことは信仰によってそれが聞いた人たちに結びつけられなかった。 ライフスタイルにはならなかったということです。In, in, in ライフスタイルというのはただただこういつも読んでてね、その聖書読んでいけば自分が変わるっていうそれはきっかけになるんだけれども、結びつかないと変われないんだよね。 あの俺昔ね、あの女子校で、あのー、非常勤の先生をしてました。男の人は、あいいな。<all> 俺もあやってみたいみたいなね。でも女子高生、怖かった。All these girls were scared. もう一つのミステークで開く。もう <like> 怖い、怖い。もう俺も時々、ね、これ開けるのが怖くて。 そうちの学校、その学校っていうのはミッション系のキリスト教の学校でした。だから聖書の教えがされていました。聖書を聞いていました。週に3回礼拝があった。でもそれによって 変わった人はほとんどいない。聖書に触れてる they are,、uh, familiar? あり、この <The Bible? S 1> 無理やり食させられている。でも、そこのところで自分のライフスタイルと結びつけることをしなかった。じゃそ lifestyle 結びつけることをしなかった。でも、結びつけるってどういうこと 結びつけるということは自分の一部になるということ。Means that in your life. 結びつけるということは、こうなったらもうそれは離れない自分になるということ。このように、このように、自分の一部があるわ思うことがあるわけよ。このように、このように、このように、自分の一部があるわけよ。このように、このように、このよ

でも俺の頭に中には許さなくていいだろうっていう考えがあるわけよ。でも自分に結びつけないとそのせっかくあったパワーフードが意味がないっていうことってことは自分の考えをここから許さないっていう思いをポンと取って。 そして俺は許したくありませんでもこの許したくない思い今日捨てますと。Saying, forgive, そしてあなたが言ってる許せっていう言葉を自分の中の考えとして信念として信仰として,として自分の考えとして入れていきます。

それそれををててなければけば結びつるるためにはこの邪魔をしている自分をを捨てててそれを自自分分で受け取って自分の考えにするんだ自分の生き方にするんだ自分の行動にするんだ自分の言葉にするんだということをしていかなければ lifestyle には絶対ならない。 食したら自分の中で自分ときちんと考える必要がある。てるけど俺どうかな考え How am I thinking? こうやって生きろって言ってるけども俺こうやって生きてるかな says, もしそれが違ったらその部分で進行によってそれを受け取る前に自分を捨てる必要がある。That, でもね一回じゃなくてライフスタイルだからもうみんな聞いてやって聞いて,て日々連続

とっかりはそここでいいけども you know, you ちゃんと身にしてこうよそうするるとねだだんだん何が起きてくるか四つ目4つ生産者に会う meet the producer 生産者に会うって大切だよね。You know, really、最近さ、どこでできた野菜とかさ、どこで取れた魚とかさ、どこで取れたなんとかでもすんごい細かいもんね。Foods, like, this, そしてね、自分は北海道からだから、もうよくね野菜とかジャガイモとかそういうので北海道のどこどこで作ったこの。 あの農家のなんとかさんですみたいな感じでこう出てきて私はこうやって育ててますみたいな感じでね You know, because since I'm from Hokkaido、like、there's a lot of agriculture there and、like、everybody takes a picture and announces like i t h where it's made of, who this, is, who I am すごいなそんな丁寧に作ってるんだそんな心を込めて作ってるんだそんななんだってこう言っておおと思う And when you read about it, it's like you see, understand like, oh, this is how he makes it this is how passionate he is and that's how who he is

You know what if somebody texts you online it's like I love you it's heart mark on it. <laughs> ah. Like you're lovely. Yeah. But if that came from somebody you don't really like, it's like whoa 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 whoa. sticky I mean Go. like I just gonna delete that. 同じ言葉なのに、それ誰書いたかによって全然受け取り方違うんだよ。But how you receive is going to change a lot depending on who wrote that. その言葉を誰が言ったかっていうことによって受け取り方が全く変わってくる。Who wrote that matters a lot how you're going to receive that.1 つは気持ち悪い。1つは自分の心を喜ばせる、安心させる。

In John 5, 39, 40. あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しています。それなのにあなた方は命を得るために私のモに来ようとはしません、uh, You study the s c r i p t u r e diligently because you think that in them you have eternal life.These are various scriptures that testify about me, yet you refuse to come, me, come to me to have life. 読むだけだったら、イエス様と出会うことはできない。ここに書いてある、私のもとに来ようとしてないねって書いてある。The Bible says it's here, you're not, you refuse to come to me. まだ意味がわからない人はそれで全然いい。でも、俺はさっきも言ったけどね、13歳ぐらいの時から、 聖書をずっと読んでますそしてその言葉にた助けられたことは何度もある、so、this, でもその言葉だけじゃなくてその言葉を語ってくれた生きてる神様に出会ってきてる Yes 様はみんなにめっちゃテキストしてなかった And God is texting God you so is much. めっちゃこんな分本にしたらこんな分厚いんだよ。You know, this much thick. いろんな言い方で私、あなた大好きですから。大好きですから。<You S 1> だからこれしないで、これした方がいいよ。だからこうしてね。でも、その人に合わなかったら真意が分かんない。だからそのところで言ってる。 神様に出会いたい。So, meeting、seeing God。神様は、だから来てって。You, どうやって行くのか。Do do 神様の前に、簡単。イエス様御言葉こう書いてあるけども。あなたに会いたい。あなたから聞きたい。So、simple, like, this, you. see you この生産者であり、そしてこれを書いてくれたあなたに会いたいんです。私はこの世界のプ I want to see you, Jesus. 絶対に会いに来てくれます。そうするとねこのつまらないと思う、わからないと思う聖書の言葉、this word of の o d c この l d の e d i f f は難しい t と n d 喜びになります。楽しみになります。そして、もっと知りたいと思う。知ることによって、本当にその聖書の言葉が自分の人生を、自分の考え方を、 自分の心を変えていくのを感じることができる。「壊れているところそして足りないとているころそして傷ついているところそいのところてるの 聖書が書いてあるその言葉が。大丈夫だよ。私が。直すから。Okay, I can fix that. 生きた言葉。<Living word. S 2> その生きた言葉がみんなの心の中に入ること。聞けることを。神様は願ってます。 パワーフード。人生を変えます。1 3 5ンチの自信のなかった男が。c 人の前で偉そうに喋れるようになる。<Now S 2> <laughs> 偉そうだってっ邪魔か。なお、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 なな イエここまで変えて葉るよってここまで変えてもらった許せなかった人を許せるようになった壊れてたところが治って前より強くなったなかった自信が神様によって 自信に変えられた恐れと、そして、ダメだなと思う自分から、勇気と、そして、勝利を体験するように、前進していくようになることができた。パワーフードのおかげです。ファーのおかげです。 見言葉を書いてくれたイエス様との出会いによってです。最後にお祈りします。今このパワーフードの話を聞きながらあ自分も変えられたいなと思っている人いるかもしれない。この聖書を 自分のパワーフードとして生かしていくための最初のステップの一つはそれはイエス様を信じることによって一気に分かるようになるところがあるんです。The very first step to take to eat this d i g e s t and put this p o w e r f in your life is to believe in Jesus。信じてなくても神様は語ってくれるけどもでもイエス様を信じてそしてイエス様に期待して読むことによって変わることがあるんです。 今一回みんな目をつぶってください目をつぶって自分はその、書書いたイエス・キリストを信じたことはない。今まで心を開いたことはない。でも、今日、信じたいと今日、自分もそれを受け取って自分も強められる変わるのが見こいきたい。 Uh, word of God, uh, this life changing word, Jesus Christ, in your life and to be changed and transformed. The Bible says that you are important. The God of the Bible, what He wants to tell you is that you are loved. そして神様はあなたを選んでいるということ。そして神様はあなたの役割を素晴らしい計画を持っているということ。今日その聖書のを書いた神様を信じたい、イエス様を信じたいと思う人、その人は今そこで手を挙げてください。 ありがとうございます。ありがとうございます。<Thank you. S 2> ありがとうございます。それを受け取って変えられていくんです。お願いします。S <S イエス様私の心に入ってきてください Jesus, 私の心に入ってきて私があなたに愛されているということあなたが教えてくださいします。お願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 い 私の中には弱いところもある、ダメなところもいっぱいある、でもそんな私を受け入れてくれる、あなたに感謝します。Weak, so so、much, イエス様あなたを心に迎えます。イエス様あなたと人生を歩んでいきたいんです。私を受け入れてくれてありがとう。イエスを受け入れてくれてありがとう。の未来によってお願いします。お願いします。あなたの未来にお願いです。あなたの未来いです。 イエス様のこの聖書の言葉さまのこのどこまであなたの中かで入ってきてますかその言葉がここで聞いていい話だなで終わってる is it just それともそれがこう心の中に入れて、私はそれを受け入れました。というところまで行ってるかもしれない。でも、そこからさらにその言葉が神様が自分に語ってくれる。私はその書いた神様と会うことができる。そのそのイエス様と歩むことができるっていう。その生きた御言葉になってますか？ Or even further, is it becoming this living word that may give you joy to be able to encounter with Jesus, who is the writer of the Bible? And you know, mean, I left Hokkaido, left by my family today, uh, the other day uh, to come here, I texted every uh, child in my family. 伝わっていると思いますそれは自分と子供たちが一緒に生活しているからです。イエス様は最初に言葉を与えてくれています。でも、イエス様はそのテキストしただけのものじゃなくて。 私のキュチカラ、アナタのココロニ、カタル、ソノ、コトバオ、キーテホシ。But I want you to listen to the words that are coming out from my mouth in, in your ears。Watashto, I knew it.Watasini, I know it.Come, see me.Close our eyes.Yes, I'm not sure I know it.Mikotovostimasto.Yes, I'm not sure I know it. 私も読んでますと you say, you re ある日ジャーナルもよくやってますでもイエス様あなたの声があなたがいるかわからない時がありますイエス様のその愛の言葉が聞こえなくなってしまうことがありますイエス様私は今あなたに会いに行きたいです アナタが今日生きているということは、あなたの言葉を私の心にあなたが語ってくださいと。Lord, speak into me, in my life, that you are alive and how much you love me. もし今日、Yes 様に会って、Yes 様から言葉を聞きたい、Yes 様に会いに行きますと、You 人はそこで手を上げてもらいますか ?If you want to see him today, if you want to go see him today, can I see your hand?Yes 様、私はあなたを。

じゃあお願いします。pray f <for> you. やさま、あなたに出会いたいんです。Lord God, I want to see y o あなたの生きた言葉を聞きたいんです。あなたの心を感じたいんです。あなたの腕が私の肩に来て私を抱きしめていること。 体験したいんですあなたが心配な私の手を握ってくれているのを感じたいんですイエス様あなたは私たちと出会ってくださるお方であることをありがとうございます Jesus, you you イエス様あなたを愛しています God loves you. イエス様はあなたのことが大好きです God loves you、so、much. イエス様はあなたに伝えたいと願っている you to tell you、right、大丈夫だよって s、okay. <S 心配しなくていいよ <'t> worry. 私はあなたの前を歩いているからここを離れても大丈夫だよと It's okay because I am walking ahead of you. So it's okay to leave here where you are right now. You might not have confidence in yourself. But it's okay because I can change you. Lord, I receive your word today. イエス様方が今日も生きて私たちを愛されていることを感謝します you you この祈りをイエス様の皆によってお祈りします In Jesus name I pray. アメンヨウ <Amen. S 3> 先生ありがとうございます大きな拍手をお願いします give a ね本当にパワーフードを食べてそして変えられていきたいです ね、そして、ヨウ先生、本当に昨日のメンズスクラムでもまた今日も2回メッセージしてくださったんですけれどもヒズコールチャーチではゲストで話してくださる方を祝福し感謝、感謝の、えー、ラブオファリングを捧げています。 昨日と今日たくさんの祝福を受け取りましたよね。なので今本当に私たちも北海道また洋先生の函館資本協会を祝福する心を持ってラボファリングを捧げていきたいと思います。 Ate, in 今横から、えー、バケツが回るので、ぜひ心に思わされる方はそこに捧げていてください。また決して強制ではないので、自由にされてください。 あそして最後に宣言文をみんなで読みましょう。End, uh, uh, でさっき手を挙げ,、えー、げた人、また迷ってあげれなかった人、恐れてあ、えー、げれなかった人もいるかもしれないです。でもイエス様の愛を受け取りたい人、ぜひ一緒に読んでいきましょう。Today, はい。 イエス様,エス様私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。Amen。y e 様に拍手しましょう。<Thank you. S 1> そして立ち上がって最後にもう一度。